私のところにもです。シーシー先輩、自分のことみたいに喜んでくれてます。写真で送ったハンバーグ、今度作ってほしいそうです。はい、その時はもっともっと美味しく作ってみせます。提案ですが、お二人がお付き合いを始めたことを報告する放送などいかがでしょう。多くの人たちに祝福されるべきだと思いますし。ですです、それはちょっとやめましょう。私、炎上商法はやってないので。ガソリンファイヤーになりますよ。冗談です。でも近しい人たちだけでお祝いはしたいなって思います。ありがたいです。私はシーシー先輩がお祝いしてくれただけで十分嬉しいです。何もしてないですよ。あえて言うなら、きっとこうなる運命だったんです。それがですね、意外とウケるんですよ。地元ネタはみんな好きみたいで、それにワンダーランドは全国的にまだまだ注目度高いです。遠方からの観光客にはない地元ならではの視点みたいなものが入るとなおよしって感じです。言われてもちょっと申し訳ないんですけど、そうですね、メインキャストのアリスちゃんが宣伝して回ってたものですしね。しみましょうか。ですね、日が暮れる前に絶叫系は乗っておきたいです。
の時を待ってました。トッキー先輩、とっておきのアトラクションを楽しみましょう。それはですね、見てください、建物がどんどん小さくなっていきますよ。向こうの方はキラキラ輝いてて、思わず手を伸ばしちゃいそうです。私もそういうイメージです。トッキー先輩なら分かってくれると思ってました。夕日を眺めるのにも憧れますけど、夜景もロマンティックでいいですよね。先輩、こういうの私っぽくないって分かってるんですけど、でも私も女の子ですから、やっぱり。先輩、しちゃいましたね、キス。トッキー先輩とだからできる挑戦ですよね。